聞いてますけど、でもこの暑さがいいんだよね。ご紹介いただこうかな。これやばいな。一番値段が低いのがこの680円。680円ですか。680円ですね。ガッツリですよ。ガッツリと、満腹ランチ。はい、というわけで今回はまたさらにこちら来ました、どんどん亭の総社店です。前回はね、いろいろアポイントメントがあっての撮影だったんですよ。今日は全く何も連絡なしに行くという、場所も違ってね。そうですね、多分何もなく終わるんですけど、今日はね、ランチタイムということで来ました。そのランチがめちゃめちゃ安いということで、ですね、安いですね、本当ね。だからちょっと今日それを食べてみようかなということで、わざわざあえての総社という。そうです。まあ総社って言ったら、まあ五重塔とか、ああ結構ありますよね。で、あと総社市長さんとかね、あ結構頑張られてるという。確かに。あ、なんか綺麗ですね。すごい綺麗だから、やっぱどこもリニアルですね。雰囲気がね。早速お邪魔しましょうかね。あ、年末年始のね、休みが一緒になってる。前回もね、だけどこんな感じでございます。一番値段が低いのがこの680円。680円ですね。いう感じでね、がっつりもあるという。今日レオは何にしますか。がっつりにしましょう。がっつり、がっつりいこうかな。じゃあ僕は満腹にしようかな。満腹は通常セットパネル式ということで、がっつりやったかな。がっつりですね。がっつりとご飯の大きさ、もう大で大で大で、で、満腹ランチ大でということでね、このサービスちょっと気になるの、あ、こういうことだね、こういうこと。大根おろしとか大丈夫？肉おろし。大根おろし欲しいですね。大根おろし。サービスあるんですか？あ、サービスもちろん。すごいですね。エプロン。アイプロン欲しいです、ね。はいはい。ポリザラ。ポリザラは。まあ一応入れ、ね、でも、まあ、みんな肉焼いてるけど煙の匂いがゼロしないね。ゼロだ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。いいね。だからランチタイムってやっぱ食べ過ぎるとっていうのがあるけど、これぐらいやったら全然殺し、ダイエットこれヘルシー、ね、あ、はい、おありがとうございます。これね、全くなんかバランスというか、どちらもね勢いあるんだけど、いいね。
ね、焼いていきます。こちら。でもこの厚さがいいんだよね。ちょうどランチタイムに感じて。食べ放題ってなるとやっぱ時間気にするんだけど、こうやってゆっくり食べれるランチっていう。なんかね、火の加減がいいね。だいたいお肉屋さん行ったら消火作業に入るんだけど、結構火のバランスがいいのかな。ちょっと白ですね。つけて。あ、柔らかいこれ。うまい。これやばいな。いただきます。うん、柔らかい。やばい。出してきたんだよ。でもご飯食べ過ぎて眠くなって血糖値が上がって、次の仕事で撮影もういいわと思う方、せっかくなら、ちょっと。今回はなんかその店員さんの、なんだろうな、スムーズな動きというか、まあ忙しい中あえて来たんですけど、まあそのなんだろうな、最低限の人数でやられてるような感じ、バタバタしながらも的確にその判断できたりとか、対応がね、今までいろんな焼肉屋さん行くんですけど、やっぱりそのブランドとかでブランド掲げてるというか、まあ、どうせ人来るだろうみたいな感じで、なんか適当にやってる店員さんとかが多いんですけど、こちらはやっぱり教育ができてるのかなと、まあ、上から目線に言っちゃいますけど、まあ、お客さんからしたら、そういうことなんですよ。対応が、ね、良くて、結構今待ちで待っとるよ、ね、そうですね、待ってました、ね、めっちゃ待っとるんですよ。めっちゃ待っとるっていうか、まあ、ちゃんとスペース作って待ってる感じで、非常に、いろんな意味でお腹いっぱいだったということで、はい、これね、またちょっと話変わるんですけど、2020年の12月31日
1日まで、スピチューブ見たという、あそうですね、ドリンクバーがついてくるとそうです ね、まあもともとは全然ついてないものに対してもランチでも言っちゃうとついてくると、はいはい、いうことで、ぜひ皆さんお使いください。前はもう監視の目というか、まあ、バックにね、業務の方とか、はいはい、いろいろ宣伝の方がおられたんで、ちょっといいことを言わないといけないですが、今回はもう何もなく何もない、平和に終わりました。はい、というわけでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。